お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まさかのジャイラバということでですね、こちらのデッキをですね、紹介したいなと思います。で、こちらです。こちらなんですけど、ジャイラバってなんやねんみたいなね。まあ、おられるかもしれないですけど、結構前に、1年前ぐらいかにもジャイラバのデッキっていうのが普通にマルチでも存在してたんですよ。本当に。うっすらですけど。嘘じゃない。本当に多分あったと思います。で、まあ、今回は、その、まあ、懐かしきジャイラバの、そうですね、今の環境での編成を作ってみました。ということでですね、こちら、グラチャ行きたいと思います。で、なんだろうな、昔、てか1年ぐらい、てかまあ、最近見ないんですけど、ロイヤルジャイアントとホグを組み合わせた、ロイホグみたいな編成も結構あったんですよね。で、まあ、それとまあ同じような感じでジャイラバでなんかラバでも攻めることができて、別にラバを出さなくてもジャイでも攻めることができるみたいな感じで、なんでどちらでも攻めれる。で、逆に後半までに行けば、そうですね、両方で一気に攻めるっていうことも可能になりますね。で、ここはインドラ欲しいな。インドラちょっと一回待って、ここでダクネ処理でガゴ出してインドラでゴロ処理。よしよし。あー、でも相手のベビドルうまい。よくない。まあまあまあ、ここはなんとか守れましたね。で、バルキリーが強いで、インドラも強い。もう強いのぶち込みました。で、これもカウンターで、別にジャイかディガーでもよかったですけど、重ねてあげて、あ、おっ、そんな奇跡みたいなことあります？マジで。そんな、ああ、ここはディガー飛ばしてもあんま意味ないです。まあまあまあ、ここは守れますけど、しっかりアドは取ることができましたね。で、またここは一回、後ろから、ラバ展開でいいかな、と思います。で、基本的には、後半、延長行くまでは、もうラバだけ、ジャイだけみたいな感じで、まあ、攻めますね。で、後半入ったらそのまま両方を使って攻めていく感じにはなりますね。ここはこれだけで落ちるんじゃない？あー、なるほどね。あー、うまい。ここは後ろからネクロ展開して、このネクロがまあ打点に対してすごい強いですね。はい、グッドゲーム。ここはまあバルキリー合わせて、よいしょ、これ普通にディガー組み合わせていいか。で、これは後ろから、てか普通にこれインドラ出してあげればいい。インドラ出してあげて、あー、でもこれロケットくるか。来ない。わからない。で、これはインドラは守り用ラバ。で、ここにガゴ出して、ダクネ処理して、おとぎおとぎ。あー、なるほどね。でもここは今ロケット裂かれたんで、後ろからまたネクロマンサー出してあげて、こう縦、そうですね、ダメージ受けたくないので、ジャイでターゲットを取って、まあこのまま相手今ロケットないんでユニット重ねても怖くないです。よいしょ。で、まあガゴも出してあげて、まあ、リガーが今めっちゃ刺さってますね。あー、美味しい。んさっきから相手めっちゃ事故ってます。よいしょ、ザップ。で、これはもう、まだ耐える。でもこうなったら、このスペルがないんですけど、このデッキ。あれなんですよね、結局、ディガーが入ってますし、ラバのチクチクもあって、これはもう、勝ちしましたね。よし、ということで、まあ、絶対弱いみたいな、思われるかもしれないですけど、そんなことないです。で、よいしょ。ということで、まあ、次ですね。で、今の試合は結構ラバーで攻めて、ジャイで攻めて、ラバーで攻めてみたいな感じだったんですけど、後半になるとですね、同サイドで一気にラバー出して、ジャイ出して攻めるのはもう全然ありなんですよね。てかその方が強い気がしますね。さっきの試合なかったんで、今回
それができるといいんですけど、でもここはザップも打ってあげて、で僕の個人的なやつではできるだけ前半はもうずっとラバだけで戦いたいんですよね。ラバだけで組み立てて組み立てて、で後半になったらここは我慢、そう後半になってからやっとジャイアント登場みたいな、それまでに取っておきたいんですよね、ジャイは。うわー、なるほどね。ここ今ディガーを飛ばしてコウモリ来たらコウモリにザップする。でこれは相手結構しんどいんじゃない？さて何がいるっけ。ファイスピーか、ファイスピーいるんでガホはまだ取っといて、あーこれはおいしい、おいしい、これはおいしいですね。ここはまあガホ出して防衛して、よしよしよし、こういうので一気にここにもうジャイ出して攻めてもいいんですけど、まあここで丁寧にいきたいです。おお、なるほど、やば。ムートはまあバルキリーで、これで単純にバルキリーの HP が半分以上残ってるっていうのもやばいですよね。でこれに相手は防衛で何かユニット出さないと結構ダメージ与えるんですよ。まあまあ、でこのファイスピンも無視する。でこのバルーンも守ったところで、てかインドラ出したところで一発入りそう、入らなくても爆破受けてほぼ落とされるんで無視できます。あーでそれは無視できない、これは無視できないです。ここはネクロが優秀。でもこれインドラ刺さってくね、勝ったやん、勝ちましたよ。一応この防衛だけ意識して、やばい、よくない、よくない、勝ったとかだったら負けそう。これディガー出して、ちょ待って、ジャイいらんやみたいな試合になってきとる。このデッキジャイがいるんすよ、本当によくない、相手がよくない。こんなにこの時ジャイがあってからこそいいデッキなんですよね。なんでここでそれを見せたいと思います。で結構まあ手札事故ることもまあ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 なんとかなります。まあ、これは相手ネクロ来たんで、まあ、ネクロ合わせてあげて、でこういう場面で、まあ、ジャイできるだけ出したくないんですけど、相手がジャイとか出してきたらまあしょうがなくですね、もうジャイを出して行きますよ。これはこのバルキリーをジャイで誘って、ここは守って、これはザップ打たなくていいっす。これこのままカウンターに繋がんないけど、まあまあ俺のネクロの方が多分残る。あーそっち系か、これしんどい。これインドラ出して、うわーそれも一緒に、まあ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 、まあ、あーやばい、これザップ打って、よいしょ、ネクロスケルトン作りすぎやて、いやマジでネクロスケルトン作りすぎ、いややばい、これで一個落ちるか、まあまあまあしょうがないです。これはネクロ OP です、ただただネクロ OP。 こっからっすね、後半強いんで、まあ、ジャイとラバーの方が言ったらちょいとコスト高めのやつが2体いるんで、こっからですね。でこのインドラがなかなか厄介で、多分今回の攻めではあまり決めれないかな。なんでもう一回後の攻めですね、もう一回後半の攻めで一気に決めたい。 OK、 インドラ処理してネクロ OK で、これディガー飛ばしたいですね。ラバーが破裂する瞬間ぐらいにディガー飛ばして、破裂してでザップって、あーやだめー、忘れてた。でここのバルキリーを一回許容して、ここでここっすね、ここで一気に攻めでもジャイを使っていきます。後ろからネクロ出して、ここにポイズンとか持ってたら使ってほしいんですよね。したら本当はラバーのパピーとかも生きてくるんですよね。でここでラバが多分ターゲットを取ったぐらいで、たあれですね、ジャイを出してあげるとこのジャイが行きます、生きるはずなんですけど、待ってスケルトンとランバーによってほぼ死んだ。いやーそんなことある？よくない、まだまだ前、まだ前はず。
まだまだで、で、なんもね、よくね。いやー、くそー、ちょい待って、そんな俺の予定と違う、そんな俺の予定と違う、俺の予定と違う、ちょ待って、これはどんまい、マジでどんまい。でも今のパターンみたいな攻めっすね。理想はラバーが橋渡って、まあ負けたんですけど、まあ、この、まあ、この前半はしょうがないです。ここはしょうがなくて負けたんですけど、後半でのあの攻めです。ラバーが橋渡るくらいに、ていうか、まあ、相手のタワーの後ろ、ん、タワーの後ろ、相手のタワーのターゲットを取って、取る瞬間ぐらいに、まあ、ジャイを出してあげてですね、で、まあ、ラバーが破裂した時に、破裂、まあ、説明が無理、ここっすね、ここからっすね、この瞬間ぐらいに、まあ、ジャイアント出してあげて、理想はこの基本ターゲットが全部ラバーに行くんですよね。でジャイアントが歩いていって、で本当はここでジャイアントの HP がもっと残る予定なんですよね。これは相手のまあネクロだったりで一気に処理されたんですけど、ジャイアントで本当はここでジャイアントの HP が残ってる。でここでまあラバーが破裂します。でまだリガーを飛ばしていなかったら、相手のターゲットが全部、てかタワーのターゲットがジャイに向かってパピーが全部残るんですよね。からの、まあ、ディガーとかで一気に削れるんですけど、ここで相手のこのやめ、これはもう絶望っす。はい、ということです。今回ジャイラバのまあちょっと変わったデッキの紹介となりましたね。まあぜひよかったら使ってみてくださいということです。今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。